地元2人で動いて赤番ケージで乗り換えて4番深澤慎介が3番手を伺ってきますが、3番板崎も前々に踏んでいって、今は6番小宮の内側で粘る体勢。地元の後ろに3番板崎、7番吉永も外目追い上げてきて、インキリとなりそうです。残り1周半で九州勢が仕掛けて吉永がインを切りました。深澤が再度乗り換える格好で吉永の3番手回りとなるのかどうか。板崎は今度は4番手で長井をだいぶ警戒しています。今度は 5番の室井と6番小宮が競る格好。板崎短期で発進、長井が乗っていって7番吉永明が3番手になりました。5番室井龍二は行く手を阻まれながら今3番手外並走の形。あとは1番徳吉弘樹です。3番板崎の番手から発進する2番長井かなた、残り 200m。ここで四国勢は2番手3番手で連結のし直しになった。3番板崎と5番室井、あとは7番吉永明が縦足を伸ばそうとしているが、1列棒状直線に向いて先頭2番長井かなた、まくって連勝降臨。2着3番板崎優也、3着に5番室井龍二。